よーし、今回はタワーに来てます。なかなかでっかいタワーだよな。あ、俺が言っちゃった。羨ましいぜ。え、なんでもねえよ。さ、行くぜ。いや、女の子は身長がね、ちっちゃくてもいいんだぜ。いいんだぜ。よろしいんだぜ。お前んちどっちだ？私んちは同じ方角だな。タワーの位置だと誰の家もそっちになるぞ。赤い部屋、あ、こっちやんな。そうだっけ。じゃあタワーから見えんのか。私んちは見えないぜ。まあこんなもんだろうな。うん。よっ、今日も暇そうだな。ちょっと付き合わねえか。ね、これね、結局会長か穂村さんか。穂村、ああ穂村ちゃんがよかったな。穂村にしよう。穂村さんは嫌だよね。なんか負けた気がする負けた気がする。あ、穂村、うん、いいよよしよし、餌付けした甲斐が。よっしゃー、穂村、いいぞ穂村。穂村よーし、体育祭だぜ。あっという間にもうお昼の時間だな。おいまくり方すげえな。めっちゃ気合入ってんじゃねえか。あれ、光とお前も今から飯か。ホモラって一緒に食わないか。仲良かったっけな。純一郎を誘っていた。おい、どうしたんだ。おい、みんなで食べようぜ。なんかみんなで食べるなんかイベントとかないんかな。二人三脚来たよこれ。あ、ホモラ、二人三脚の相手はもう、いや、まだだけど。じゃあ私と、うわ、喜んでーす。絶対勝つからそのつもりで張り切れよ。よーし、気合い入れるぞ。てかホムラめっちゃ身長低いな。身長何本？149センチ。俺よりも低いじゃん。俺も身長大概低いけど。次はクラッ、よーし行くぜ。これ軸が曲がるんじゃないか。これ軸曲がりそうな気がする。ついて、よーい、せーの、えいえい。何やってんだい。マジか、みんな一回も動けないんか。やば、ごめん、全然軸曲がらなかったな。めっちゃ運動神経いいの今。なんていうか、こういう時までらしさ出してんな。うわ、マジ怒ってる。すまん。どうした。今度の日曜日ボーリングに。お、いいね。オッケーオッケー。あー、でもホムラはあれなんだな、ほっぺたが赤くなるのか。わー、ちょっとツンデレのところのちょっとデレが見たかったな。デレ見たかった。もうツンしかねえじゃん。ちょっとというところでボーリング。おお、服装全然違うじゃん。ボーリングってやっぱ人気あるんだよな。単純なスポーツだからな。でもボーリング行こうぜってあなたから言ったんじゃん。面白い投げ方を開発したぜ。なんだと思う。ヒントは軽いボールを使うんだ。なんだ、2個投げるとか、走って投げるとか、トルネードで投げるとか。トルネードはね、重たいやつの方がね、いいんだよな。トルネードだな。惜しい、それは失敗例の一つだぜ。一度試しにやったらな。後ろに弾が飛んだからやめた。私マジに腹減った。はい、行こうぜ行こうぜ。ラッキー、結構ハンバーガー。お前先に席取っといて。いいよ、注文だよ。同じもんでいいよ。あ、俺の分はワンセットでいいぞこれ言っとかだな、大量に買ってくるから。ほむら、口の中に物を片付けてからもう一度言ってくれ。なんだよ、私の顔見て。なんかついてるかって言ったんだよ。いや、うまそうに食うなと思ってな。俺の分も食うか。え、いいのか。私は遠慮し、あー、食ってくれ。俺はほむらを見とくよ。それやめてくれ。見られてるとさ、恥ずかしくて食いにくいぜ。お、初めてばっかりになったんじゃねえか。珍しい、ほむらのやつ照れてるぞ。嫌ですね。私好みだぜ。赤い、いいなこれ。ほむらちゃんの
あれ誕生日が全部平日なんですよね、1年目以外は。だから、1年目の時に、7月25日だっけ、じゃあ7月の16日までにあれだよ、好感度を上げて、でデートかなんかで行くと部屋に入れるというね。ああそういうことか。だけなんかもなんか難しいみたいな、難関みたいに書いてたんか。なるほどね、暇やったらやってみてもいいな。よいしょー、来た来た。どこだっけ、どこに行く予定だっけ。あ、スタジアムか。そうだ、スタジアム、スタジアム。なんだか暑いな。すまん、今は目が離せないところなんだ。どうせなら二人で行こうぜ。いいぜ、飯でも買ってこようか。気が利くな。おい、まあ俺だったら二人で行くけどな。すっげえ。よーし、合宿だーって。ホームラが悪いんだ、あいつが仕事を貯めるから。対処話がある。お、なんだよ、俺も不安になっちゃったよ。小のお願い、逃げるのに協力してくれ。ふざけるな、みんな会長が逃げるぞ。てめえ、覚えてろよ、絶対逃げ。初日からバカなこと言いやがって、誰が逃がすか。だいたい自業自得だろ。えい、逃げるんかな。調子悪い。大変だ、またまた会長が逃げたぞ。なに、みんな手分けして捕まえるんだ。こないだは校長室とあれ行ったから、ちょっと教室や探そう。うん、見つからないな。めっちゃ動いてる、ペンギンじゃん。パジャマ、それとも寝袋。でもとにかく可愛い。あ、逃げれたんじゃない。お、来たー。あ、はーい。あれ、ホムラどうした、こんな時間に。決まってんじゃねえか、花火大会に行こうぜ。花火、あ、いいね。早く行こうぜ、花火が私たちを、ま、あ、行こう。あー、あれ浴衣じゃないんか。早く花火が見たくて。あ、そろそろ始まるみたいだね。すっごく綺麗だな。目から鼻水が。うん、その気持ちわかるよ。俺もちょっと出たよ。うわー、どうしようかな。はい、ハンカチやな。サンキュー、洗って返すからな。今日は借りるぜ。いや、そのまま返してくれと。とか、わー、気持ち悪いな。俺はちょっと嫌やな。洗って返してね、ちゃんと。一緒に帰ろ。おい、デートどこだっけ。あー、遊園地か。そうだ、遊園地はね、好感度が一番上がりやすいからね。うーん、バーチャルハザード行くぜ。同じ選択肢やったらちょっと嫌だな。いやー、でもどうしようかな、あれ。会長の誕生日プレゼント、家訪問。うわ、ちょっと気になるな。どうだ、私の腕前。え、ほとんど俺が、さすが。さすがだな、すごかったぜ。興奮してるな、真ん中だ。褒めんな褒めんな、お前もまあまあいい。バッチリー。お、ナイトパレードじゃないか。すげー楽しそう。見に行こうぜ。ナイトパレードは初めてかな。初めてだった気がするわ。夢みたいだ、なんだか現実味がねえや。時間がとわだったらいいのにな。これが幻じゃないことを俺は祈るよ。小村、目がいっちゃってる。目がいっちゃってるはないわ。どうしようかな。これが現実じゃないことを俺は祈るよ。あー、上かな。うん。おい、セーフ。楽しかったぜ。じゃあ一緒に。よーし、来たー、文化祭1ヶ月前。ということで、私に。え？なんだよ、ゲーセンは嫌か？いまいち乗り気じゃ。そうじゃないけど、ゲーセンっていいのか？結局見回りしても何か起こるわけでもないよな。おいお前、
怪しい奴を見なかったか。ん、どうしたんだ一体。ちょっとみんながいないうちに飾り付けをめちゃくちゃにしていった奴がいるんだよ。なんだって。とにかく犯人を探さないと。わかった、俺も探せよ。すまん、じゃあ俺は向こうに行く。じゃあ俺あっちだ。しかし悪い奴と言ってもな、結局戻ってきたけど怪しい奴なんていなかったよな。お前か。そうだ、ほら怪しいやつ見なかったか。怪しいやつ、あ、俺のクラスの飾り付けをめっちゃくちゃにしたやつがいるんだが。めちゃめちゃで悪かったな。え、いや、そのあれだ、あ、暇だったから手伝ってやろうと思っていろいろやったら。どうしてみんながいるときにやらないんだよ。だって生徒会は縁の下の力持ちだぜ、みんなのいるところでやれ。はははは、オムライらしいや。よし、文化祭来たぜ。文化祭前日っていうのがなかったな。まあその代わりあの巡回があったのかな、さっきの。おお、やってるやってる、子供多いな。違うだろ、これはこうやって飛ばすんだ、ほら。おお、うまいうまい。そっか、ルイは友を呼ぶか。でも意外だな、ちゃんと子供たちの面倒を見てるよ。めっちゃドヤ顔めっちゃドヤ顔。いやー、こうしてる時のホムラって結構可愛いなって思ってさ。バカ言ってんじゃねえよ。あ、お姉ちゃん顔真っ赤っかだ。でー、顔真っ赤だ、顔真っ赤だ。ねえねえ、早く遊んでよ待って待って、声低くない今の子供分かった、面倒のいいやつだな本当に。手に燃えてんな、見て。うん、なんだか落ち着くよ。私もだぜ。なんか眠くなってきた、終わったら教えてくれ。よう寝るな。ねえ僕、お金貸してくんない。おお、来たよ、デートの時のこれ。嫌だよ。ああ、かわいそうに、助けなきゃ。おー、来た。え、隊長、もとい懐かしのドラゴンキック。おー、 CG がある、すげえすげえなこれ顔いってんな。うれ、おーおーおーここは正義の味方に任せて。ありがとう、お姉ちゃん。こんな不良いないけどな、どっこも今は。懐かしいな、昔ドラゴンボールベルト持ってたよ。お、すげえな、チョコ買って当たったの。そうそう、学校の木の下の駄菓子屋で。あれ、そういえば、あれ、ひょっとして。そうだ、今挑戦士ドラゴン再放送。いやいや、待て待て待て、あの時助けてくれた男の子って。聞いてんのかよ。待て待て、男の子に見えただけで。ホムラ、昔駄菓子屋の前で不良から男の子助けたことない？うーん、あったような。その男の子って俺。へー、そうだ。もうちょっと驚くなり感動するなりしろよ。なんで？だって昔のことだろ。だーでもいいじゃねえか、そんな。そりゃそうだけどさ。薄いな。早くしろよ、ペンギンショーが始まる。ペンギンショー、ちょ待てよ、ちょ待てよ。かー、たまてペンギン。ぬいぐるみじゃダメなのか。ん、あの飼い主は一軒に一匹って感じだな。俺がペンギンの格好をしようか。いや、それはねえわ、これだな。いいこと言うぜ、お前がうちのじいちゃんだったら家にペンギンがいるな。バッチリだぜ。じいちゃんあれじゃん、校長じゃん。せっかくだから寄り道して帰る。はい、寄り道して帰ろうぜ。まあ、どうせ飯だろ、飯。お、ハンバーグか、いいね。お前さ、飛ばします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。